はい、皆さんこんにちは、ワンダーレグリビーチです。では今回は帝徳の決断法バブキと、ヤマト特攻リベンジ続きをやっていきたいと思います。まあ、前回ね、総力戦の末なんとかパラオを攻略したので、今回その続きになりますが、まずはですね、オーストラリア、まあ、この資源地帯のアルミ、特にアルミが欲しいのでオーストラリアを狙いたいんですけど、オーストラリアを狙う場合ですね、途中の中継拠点が全くない状態になってしまうので、先にやっぱりトラック置きを攻略して、トラック置き、まあ、ドックありますからね、規模としては小さいドックですが、このドックを使ってオーストラリア攻略、波状攻撃を仕掛けていきたいと思っています。ではパラオ沖にいる艦隊再編していきましょう。まずは戦いで傷ついている艦艇を入れ替えていかなきゃいけないので、そうだな、戻していきましょうか。まあ、中大破しているものはこのまま突入させても速力が出ないというのが一番のネックですからね。速力が出る状態にするために一度撤退させましょう。そうだね、先にそしたら航空機作りましょう。中距離の攻撃機が全くないので、中距離の雷撃機を用意します。でさらに艦船ですが、まあ、ここは重武装従順と、重武装軽巡と、まあ、あとは潜水艦ですね。これをちょっとバランスよく艦隊の編成に入れてですね、ドラッグ沖の攻略に当たってもらいたいかなというところですかね。重武装軽巡を何隻作れるかだな。どうしても特攻型の潜水艦もね、何隻か用意はしてあげたいので、ちょっとこのターンでは作れないね、残念。では改めて艦隊の編成をします。まずは超過が、ここの艦載機の編成バランスを少し考えましょう。これを70機程度まで減らして、逆に雷撃機を増やします。いやーちょっと待って、雷撃機の数を増やしすぎても微妙だな。30までにして、偵察機は長距離の爆撃機を配備しましょうか。距離が欲しいからね、爆撃機に関しては。で第2艦隊から、ちょっと待ってね、第2艦隊から駆逐艦を、まあ、防空艦ですね、引き抜きましょう。まあ、残念ながら洋上基地型空母に乗せる艦載機がね、依然ないという状態なので。で、パラオ沖の方は第5艦隊に超ヤマトが入っているので、超ヤマトには提督乗せましょう。誰を乗せる、近藤さんだな。で第5艦隊、第7艦隊は、第10艦隊はもう一度日本に戻すしかないな。第13艦隊と防空艦、まあ、これを一度第1艦隊に編成として入れましょうか。で第7艦隊と第5艦隊もガッチャンコだな。いや艦隊戦力がだいぶ乏しいで、第14艦隊はこのままパラオに残さなきゃいけない艦艇もありますからね。あとはない、レイテに1隻だけ。レイテにはもう艦隊を置いておく必要はなくなったので、パラオに移動させましょう。で艦隊の編成も一度確認します。第3艦隊は今ドック入りだよね。第3艦隊が戻ってくるまで我慢の必要があるな。で小笠原沖には宇賀木さんの、従順がいて、あとは潜水艦で守りますと。第6艦隊、第10艦隊、第11艦隊、第11艦隊はね、インド洋の守りについているので、これもちょっと動かしがたいものがありますと。宇賀木さんは、ごめん、宇賀木さんどこにいる。宇賀木さんが第4艦隊だね。宇賀木さん小笠原沖か。小笠原沖は第12艦隊に任せて、宇垣さんの艦隊はパラオに入れよう。で改めて艦隊の新規編成する艦艇がない。では時間を進めましょう。
パラオ沖に敵の艦隊。いやー、どうする、迎え撃つかどうかだな。逃げ回るのか迎え撃つのか。まあ、ここはちょっと一回人当たりかけてみますか。まあ、とはいえ正規空母が落とされるのは、撃沈されるのは避けたいので、下がりましょう。まずは敵の所在を確認して、空母から攻撃機が出せるようであれば出すというところかな。パラオ沖には航空基地の建設を早めにした方がいいかな。まあ、その実際に航空機をね配備するかどうかというのはまた別問題で、航空基地が残っていればその基地の、その海域の防衛はできましたということに一応なるので、配備するものがなかったとしても用意はしておきたいかな。さあ、敵の位置を発見できる、どこだ、敵の位置発見した、攻撃隊を出す。そしたらヤマトを率いる艦隊は撤収、高速で撤収だ。で、潜水艦隊を向かわせます。いや、かなり大規模な艦隊になってるな。第一艦隊もこれは撤収だな。あくまでも敵の空母を叩く、そういう作戦目標ですね。空母さえ仕留めておけば、まあ、当面の敵という敵はあまり脅威になるものはなくなると思うので。さあ、爆撃隊が出てます。まあ、発見できずか、くそ、もったいなかったな。で、戦艦部隊にはこれらのあれだね、潜水艦部隊がすごく有効に活躍してくれそうだね。全弾を、魚雷を完全に撃ちつく、ここもったいないな、潜水艦隊がいればな。もったいない、本当にもったいない。ちょっと航続距離が足りなかったんだな、まあ、これは致し方ないかな。敵の空母の位置を確認して、敵の空母を狙いたいからな。正規空母が2ですね。ちょっと時間を早めていきます。距離がちょっと足りないとなると、無理するのは危険なので撤収ですね。では時間を進めていきます。はい、パラオ沖は逃げ切りですね。潜水艦、失ってますね、敵ですね。まあ、ただ敵の戦艦部隊にある程度ダメージを与えられたので、これは大きいかなと思います。潜水艦の数がもしあればなっていうね、ところでしたね。さて、そしたらまた今度は航空機作っていきます。航空機はそうだな、偵察機がちょっと欲しいかな。まあ、ただ偵察機用のものを用意するというのは難しいので、まあ、ちょっと護衛機を
用意して、まあ、それを偵察機代わりに使っていきましょうか。で、このターンは潜水艦ですね。前のターンでは残念ながら潜水艦を作れなかったので、足の速い特攻型の潜水艦、これを数揃えていきます。といってももう一隻かな、作れるのがね。さっきの戦いは敵のね、アメリカ軍の戦艦をバッタバッタと潰すには最適な展開だっただけにちょっともったいなかったかな。もう一ターンだけ待つかちょっとなんか黙っちゃいましたけど、待ちますか。未配備艦がないからな、戦力の増強というわけにいかないですもんね。ではバラ沖にちょっと目を移しましょう。まずは井上さんの艦載機ですね、偵察機を長距離の護衛機にチェンジします。で、第2艦隊を置いておいて第5艦隊も置いておくでしょ。そうか、第16艦隊と第5艦隊で潜水艦を統合しちゃいましょうか、まあ、数は少ないですが、ね、で、第6艦隊も第5艦隊にガッチャンコします。うん、今できるのはこれくらいかな。で、艦隊戦力が整うのを回復するのをって言った方がいいのかな。ちょっと待ちましょう。ちょっとセーブだけね、させてください。もうここまで来てやらかすのはちょっと困るので、まあ、ドイツ軍もね、自利品だよね。イギリス軍の方がやっぱり物資豊富なので、多分日本とアメリカだともう物資に あの1ターンあたりの採掘量ではそこまでの差はもうないと思うんですよ、まあ、爆撃を受けて減っているというのはもちろんあるんですが、それを除けば。なので、ここまでよくやってきているなという感じなので、この状態をね、なんとか維持していきましょう。で、鉄がちょっとしばらくの間ドック入りしていたものからの徴収で遅れている感じかな。鉄を一旦温存しましょう。で、日本近海からは第10艦隊と、そうだね、第3艦隊、まあ勝破してますけど、もうこれは出すしかないので出しましょう。もう一ターンすらも待っていられない、そういう状態ですね。本当は潜水艦の完成を待ちたいところですけどね。パラ沖か、マリアナ海域から敵に5艦隊、まあ、ここはさっきと同じような戦いをちょっと想定しておきましょう。第4艦隊の潜水艦隊か、ちょっともったいないな。これもでも出そう。潜水艦隊を失う可能性はありますけどね。ここもできれば敵を削りたいという思いかな。第1艦隊は一旦下がりましょう。で、偵察機を飛ばします。で、第2艦隊は宇垣さんだけ撤退、残りの潜水艦隊で敵の迎撃に当たりましょう。第1艦隊から1隻だけ引き抜いて最悪の事態に備えます。これでいこう。じゃあまた時間を進めていきます。よし、パラ沖に逃げ切りですね。潜水艦5、6隻失ったかなと。いや、5、6隻どころじゃない、10隻ぐらい失いましたね。
ドイツ軍も防衛一辺倒だな、しばらくは。で、従順と潜水艦が何隻か完成してますね。そしたらこのターンもしっかりと潜水艦を作っておく必要がありそうですね。パラオ沖の艦隊の編成をちょっと考えておきます。第4艦隊と第5艦隊はガッチャンコだな。で、その上で潜水艦を第16艦隊にまとめて移します。といっても6隻編成ちょっと心もとないよな。しょうがない。で、レイテに入ってきている艦隊が到着するのをまずは待ちましょう。で、潜水艦と航空機を作っていきます。航空機は長距離の爆撃を生産して、先ほどからお話している通り潜水艦ですね。で、この後はトラック沖の攻略ですね。トラックさえ取れればドック入りで日本に戻る必要がない、あるいはシンガポールまで、戻す必要がない。トラック沖で回復できますからね。まあ、確かにトラック沖のね、そのドックの規模は小さいので、まあ、時間はかかるとは思うんですけど、ただいざという時に出撃するにあたってやっぱり遠いところから出撃するよりかは近いところから出撃した方が海域に到着するのが明らかに早い。これは誰がどう考えてもそうだと思うんで、ちょっとねそのあたりを考慮するとトラックはやっぱり欲しい拠点ということになりますね。お、超武蔵完成したな。トラック沖の作戦は継続します。ではまずは艦隊を一つ新編成で作りましょう。で、この第5艦隊も一旦パラオに入れる。で、パラオ沖の方なんですけど、艦隊の再編だよな。第3艦隊に提督を乗せよう。まあ、いるといないのではやっぱり全然違いますからね。で、第3艦隊を主力に第4艦隊と第3艦隊もガッチャンコだね。第3艦隊の方にがっつり乗せ替えましょう。で、防空艦に関しては第1艦隊にね変えるべきだと思うので、第1艦隊に防空艦を第3艦隊から引き抜きます。これでどうだろうね。第4艦隊がだいぶ充実したんじゃない？で、第1艦隊と第10艦隊、これ防空艦ばっかりになってるんで、しっかりとね空母を守ってもらいましょう。で、潜水艦がちょっと数少ないけど、これでちょっと人当たりかけてみますか。健康一滴、そこにトラック沖攻略の糸口を見出していきましょう。じゃあまた潜水艦を作ってですね、まあ、敵の減衰作戦というのはここぞという時にはやっぱり艦隊決戦するんですけど、ここぞというチャンスを作るにはどうしても潜水艦による特攻、潜水艦乗組員には本当に申し訳ないけれど、どうしても潜水艦による特攻作戦は必要になってきますからね。まあ、潜水艦が撃沈されたら生き残れる確率もゼロだからね。潜水艦が撃沈されて、深いところでね、浮上中ではなく生き残った例ってあるんですかね。生身だったらもう完全に水圧死するじゃないですか。いや本当に頭が下がるよな。では艦隊出していきます。第1艦隊トラック沖、ちょっと待ってね。トラック沖ってそもそも今ってスパイレベル入ってるの？あ、入ってるね、問題なし。では今回の
作戦の本丸。バラ沖からトラック攻略作戦を開始していきます。先にパラオキの防衛戦、ちょっとこれは何としても防衛しなきゃいけないのでしっかり防衛しましょう。ではここはサクッと防衛戦やっていきます。ただここねトラック置きが手薄になってる証拠でもあるので、まあ、チャンスではあるかなと思います。まあ、パラ置きをしっかり防衛できることがもちろん絶対条件ですけどね。駆逐艦2隻失いましたが、なんとか逃げ切りですね。では、今度こそトラック沖攻略です。さっきね、トラック沖、あるいは、まあ、マリアナ沖なのか、いずれにしてもパラオに敵艦隊が攻めてきたということは、こちら方面が手薄になっている可能性というのは十分にあるので、勝機はありと見ています。夜明けとともに出撃です。いいね、まずは雨が降ってくれているというのは好条件。第一艦隊はここで待機。早速航空攻撃を仕掛けて敵の飛行場を一つ二つと破壊していきましょう。敵の位置を先に知ることは重要だからね。敵の飛行場をまず攻撃しつつ合わせて、しっかりと索敵を行います。先制攻撃で敵の飛行場を一つ潰せれば大きいよね。本当はここに潜水艦がねずらっと16隻並べることができればより盤石の構えだったと思うんですけどね。雨が降ってるせいか敵の直縁は出てこないな。これ幸いと、もう一撃を加えるまで出てこないでほしいな。よし、敵の飛行場一つ目の破壊が完了。早いね、早い、悪くないな。では第一艦隊、少し空母艦隊ですが、上昇させます、移動させます、上の方にね。で、航空攻撃の第二波に備えましょう。第二艦隊からもちょっと索敵隊を出しましょう。まさかの敵艦隊不在ってことないかな。いや、そんなことはないね。いるよね。まあ、敵の空母を先に仕留めにかかりましょうか。空母がいるのかどうか見えない。いるな、いるけどこの数だったら、戦艦の方が明らかに多くて
軽空母一隻なので敵の航空基地破壊を優先しましょう。で第二艦隊の指揮を取ります。近藤さんがしっかり敵のね戦艦と打ち合ってもらってこれを仕留めていく。で敵の基地も破壊してしまう。いやー超ヤマトが大破するの早いぞ。この速さか。じゃあ超ヤマトが撃沈されるの早そうだな。早い。超ヤマトが撃沈されるのが早い。全然早いぞ。艦列が乱れている。敵の艦隊は多いぞ。思った以上に多い敵の艦隊。しまったな。空母から第2波攻撃で敵の飛行場をもう一つここを確実に潰しましょう。で第2艦隊が粘ってもらって、その間に敵の艦隊を壊滅する。まあ超ヤマトの犠牲は大きいですけどね。この魚雷の嵐、戦艦といえどもひとたまりもないだろう。さあ第2艦隊は敵のもう一つの空母艦隊の方を狙います。いやー超ヤマトが失ったのは痛いな。まあしょうがないとはいえ、敵の爆撃隊が来る。どこにいるんだ敵の艦隊。発見した。ここだな。逃がさないぞ。追っていく。ちょっと速力が出てないかな。ん？敵の艦隊は逃げていく？感じだね。そうすると敵の航空基地攻撃優先しましょう。これ本当に逃げていく対比行動で合ってるのかな。ちょっとそこがクエスチョンだね。撤退するには早いよね。トラック置き場だって絶対死守したいでしょ敵の方としても。了解。まあただ去ってはいきましたね。そしたら、ここからは敵の基地攻撃に専念します。うん、トラック置き取れましたね。まあ超ヤマトを失ったこの犠牲はでかいですけどね。まあただ逆に超ヤマトが沈んでくれたおかげで残りの艦艇が救われたと、まあ
人柱ならぬ船柱になってくれた超ヤマトかな。まあちょっと超ヤマトはもう一度作ってあげてもいいし、あとは超ヤマトの2番艦としてね、超武蔵がもうすでに完成してますからね、超武蔵をじゃあこの帝国海軍の早期艦という位置づけにしてこの先も戦っていきましょうか。まずはトラックを置き取れてよかったと思います。というわけでね、じゃあ今回はここまでにさせていただいて、次回以降、いよいよオーストラリア攻略とアルミ資源の核を狙っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあと、アドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。